上がった。こんばんは。ちょっとね、いつもよりはいっぱいね、あれかも、あの大きくしゃべれないと思う、夜なので。プさんありがとう、みんなありがとう、エプさんありがとう、トシさんありがとう、アスコさんありがとう、フミさんありがとう、フクちゃんありがとう、エビ様さんありがとう。BDBJDESU ゆうちゃんありがとう。ごめんね、読めてなくて。かみどりさんありがとう、こいしてカップさんありがとう、ゆうかちゃんありがとう、メガバイトちゃんありがとう、どんちゃんありがとう、えいつさんありがとう、ふみさんありがとう、たくあさんありがとう、たちゃんありがとう、たかちゃんありがとう、みーちゃんありがとう、ともさんありがとう、こうちゃんありがとう、まっこいさんありがとう、みみんさんありがとう、むきしばさんありがとう、アイスレモンさんありがとう、先発さんありがとう、さくらかさんありがとう、とっちゃんさんありがとう、ティームマンさんありがとう、なるせさんありがとう、どんちゃんありがとう、サウロンさんありがとう、ありがとう。歯磨きかって、ほんと幼き頃の手紙読んで感動してました。かわいいよね、モーカの手紙、昔の昔のモーカさん、かわいいと思ったモーカも。こんばんは。素敵なお手紙でしたか？今日もチークを塗ろう。本当に字が綺麗ね。私もね、なんか昔こんなに字綺麗だったんだなと思ってびっくりしたよ。なんか今より上手説出てきて怖いわ。私小学校の頃ね、最初字うまかったんだよね。飴で詰まった時、あのね、昔からね、何回か飴で詰まって、なんかすごい飴、喉が飴、喉な、ん？飴が喉に詰まってわーってなったことが2回ぐらいあったんですよ。そう、それのこと書いてるんだと思うよ。ナチュラルメイク、うん、ほぼほぼ。今日ご用品忘れ、うん、そうなんよ。本当にあのご迷惑をおかけしたなと思う。人生のピンチは、いや多分ね、自分があんまり気をつけてないからいけないんだと思う、自分のこと。え、今でもさ、たまに詰まりそうになって焦ることないですか？なんか詰まってないんですけど、一瞬やばいってなるときないの？なんか私この間、なんだっけ、お肉とかたまになるんですけど、やばいやばいと思って焦って水飲むんですけど、あ、私だけなの？私だけなんですか？え、そうなんだ。私今あるんだけど、たまに焦るんだよね。急いで食べ過ぎない？そうなんかな。美味しすぎてパクパク食べてるのかな。
今でもさ、よくなんか喉に詰まり、何かが詰まりそうになって、あーって言ってたらママが本気で大丈夫ってたまに今でも言われてるんですけど、あー大丈夫だったっていうのがいつもの最近のね、あの毎日じゃないよ、毎日たまによ、半年に1回ぐらいあるんですけど、そう怖いね、気をつけないと本当に。薬ならある？薬飲み込むの大変よね。なんであっちゃんね。いやでもあの詰まってはないですよ。一瞬やばいって思っただけで、あの大人になってからあの詰まったことはないですよ。ガチで。あのもうやばいぐらいに詰まったことはないで。ちっちゃい頃だけで。そう。お薬飲めたね。お薬飲めたね。使おうかな。シティに入ってからもあるかもしれないね。あんま覚えてないけど。ささやきって書いてシダイチゴジュースの存在ね、私も初めて知った。なんかあったから飲んでみたよ。美味しかった。よいしょ。ちょっとこれね、電気毛布で寒いので膝の上にねかけないともうずっと震えちゃう。こんばんは。前髪昨日切ったはずなのにめちゃ伸びた。こんばんは。やはみまる。眠くてささやきがすき焼きみたい。お腹空いてる。エアコン今つけてない。エアコン暖房とかね、あんまりね、そう鼻水が出始めるから。1日でそのこと多分ね、伸びてはないけど、もっと切らないといけなかった。でもね、あのね、3月の後半ってか最後の方にあの髪をさ、あの3センチ切りに行こうと思って、3センチだけカットしてきます。シャンプーと、まああの多分みんな気づかないレベルの気づかないレベルの変化ってか気づかないです多分誰も。でもやっぱり髪の毛綺麗にしたいなと思って、あの前髪とかさ、あの遅れ毛がちょっと伸びてきたんですよ。でちょっとだけ切ってもらいたくて、ちょっとだけどここをしたいので、そうメンテナンスですね。もうなんか前髪3センチはやばい。そう、お話し会の後ですね。本当は前に行きたかったんだけど、ちょっとその前が忙しくって、あとあの宮司さんの予定もあるので、あの
メイクさんの方に切ってもらってるんですけど、美容師さんの女性の方が切ってくれてるんですけど、その方の予定もあるので、そう、結構3月のみちさんのスツリオコンサートの直前くらい、毛先のダメージ。そうなんよ。なんかさ、やっぱさ、アイドルしてるとね、高温でやっぱメイヘアセットするじゃん。だからね、ちょっと枝毛とかがたまにできてきちゃうんだよ。だから切るの嫌だから、3月末は髪切ったってこと。3月末なら大丈夫、正解。話すけど髪切ったと言わないじゃん。切ってないよって言われる。ダメージが、そう、ヘアアイロンって髪痛む。ヘアアイロンは髪痛むね、高温だと特に。食料、そう、食料的にね、ちょっと強くアイロンを当てることが多いからさ。でもそうしないとね、なかなかセットねできないし。そう、でも自分で巻く時もね、ちょっと160とか170とかで巻いちゃうから、ちょっと強いかもしれない。強いというか、そう、温度が高いかもしれない。巻き巻きって痛む、巻き巻きって痛むんだよ。あ、声がめっちゃでかくなっちゃった。声がめっちゃでかくなっちゃった。みゆちゃんいた、あのタワーのお礼見せたいなと思って見つけたら、あーってちょっと。今見れるかな、コメント見つけたから、ごめん、あーって言っちゃった。髪型をカチッと決めるんです。そうなのよ、カチッと決めるときはね。ごめんね、久々になっちゃって。全然いいよ、今ゆっくり見れるかな、今見せてもいいかね。書いてきたんよ。あ、いいって返す。じゃあもう一回うって返すじゃん。髪切ったって最初に言えるように努力しました。お、待ってますよ。絶対変化あんまないけど待ってますよ。そう、あとなんかトリートメントしたいなって思って、やっぱ卒業公演はサラサラで生きていきたいのでね。あ、見れるよ、ありがとう。見れる、はい、みゆちゃん、みゆちゃん、タワーありがとう、お誕生日おめでとうとお祝いさせてくれてありがとう。あと大学卒業もおめでとう。ずっと一途にモーのこと好きでいてくれて、もう本当に何年も前からね、モーカのこと好きでいてくれて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。みーちゃんのことがこれからもずっと大好きだよ、ありがとう。忙しい買ったと思うのに、ずっとね、ありがとう。そう、後でアップするね、たくさんのメタリ。いっぱいお祝い事があるね、見て。これはゆーちゃんって書いたケーキ、バースデーケーキで、これはおめでとうって言ってる私です。ずっと大好き、ありがとう。これクラッカー、あ、これクラッカー、じゃん。え、かわいい、桃の毛、そう、下桃にした、せっかくなんでね。
取れそうかな。ありがとう、ありがとう。来週もおかえりもはみも楽しみ、いっぱい楽しもう。ありがとう。ごめんね、お礼が遅くなっちゃって。ありがとうございます。取れた？よかったです。ありがとう。こんばんは、こんばんは。髪巻いてされたらわからないかな、星になってる写真。え、多分ね、もうわからんよ。髪巻かんでもわからん。でもね、長くはいたいんよ。そう。だから髪を極力あんまり切りたくないけど、傷んでるところは切りたいみたいな感じだから。そう。そうなんですよ。やはみ丸整える感じ。そう、なんかさ、前髪とかさ、遅れ毛とかさ、ケアのため、そう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 、髪をきれいに保つためにちょっとだけ切りに行くみたいな感じです。だからなんか変化とかじゃなくて、髪質の変化、うの変化出るかな。ネイルとかしないですね、今は。ネイルさ、したことないからさ、卒業後もさ、するかわかんないまだ。卒業後お金かかるからな。そう、あずみんがももちゃんの髪の毛に憧れてって話をこの前聞いて、嘘。私あずみんの髪の毛めっちゃ大好きでさ、なんかもうすごい柔らかそうでさ、めっちゃいい髪やなっていつも思ってるよ。私の髪なんて全然良くないっていうぐらい、あずみんの髪は本当にあのね、地毛が多分茶色で、すごい髪質がね綺麗なんですよ。わあ、たつさん、ハートの猫ちゃんタワーありがとう。ありがとう。こないだもなのに、今日もありがとう。あ、これで達成した、達成のこと考えてくれたの？ありがとう。パックだ。最近パック持ってなくてめっちゃ嬉しい。ありがとう。ありがとう。嬉しい。ありがとうね、考えてくれてたんだね、もうのこと。美白パック、美白になっちゃうの。ありがとう。ね、すごい、もんなことしか考えてない。すごい知ってますよ。私も言ったありがとう、みんなのおかげだ。ありがとう、みんな協力してくれてありがとう。明日までだったよ、ありがとう。美肌パックでますます綺麗になるね、ますます綺麗になります。ちょっと待って、よいしょ。私もう髪をさ、あっち、あ、ここにあったわ、普通にあった、ここに。ち
ちょっと待ってな。やばい、ももが映ってないと。ももが映ってないとダメだ。一回映ろう。一回映りましょう。絵の文字、そうだ、絵の文字ならここに写ってるから。パック大切だからです。そうなんよ、パックね、最近気になってるんだよね。でもパック苦手だったの最近まで。なんかね、ひんやり感がねちょっと得意じゃなかったんだけど、最近はパックの大切さに気づいたんですよ。あ、パックって大事だなと思って。なんかあのひんやり感がちょっと苦手でも絶対大事だなと思って最近パックちゃんと頑張ってます。なんかよくさ、大事な仕事とかみんなと会う前とかさ、いいよねパックするの。もうのねだり、ありがとう、もうのねだり聞いてくれて嬉しい。もうかペンあった。肌のケアね、そう結構ね乾燥肌とかだから頑張らないとっていう。そうなんや、落ちた当たって落ちたもの。パック何使ってんの？パックはね、メディヒールのやつだよ、韓国の。でもね、おすすめわかんない何が。そう、メディヒールしか基本使ってなくて、他におすすめあったらぜひ教えてください。ももはナチュラルメイクとライブメイクどっちが好き？ライブメイクが好きです。そう、まつげキュルンって感じが好きだけど、別になんか自分のすっぴんの顔が嫌とかはないですね。なんか優しい感じになるすっぴんの方が、メイクした時よりもすっぴんの方が、そう垂れ目だから多分ふわーって感じに見える。こんばんは、こんばんは。別になんかね、どっちが絶対いいとかではないかな。普通にどっちでもどっちも。綺麗で使っていいね。今日初めてももがセンターじゃん、進化してると思う。あ、今日フェス行ってたの？私がいないのにフェスに行ってたってこと？
こわもも。ごめんね、サワザの気になる。面白い。え、そうなんだ、見てみよう。ありがとう。ライブランダムくじ今日までだけど30回だけ見て、いや30回でもすごいよ。動画も見てくれたんだよね、ありがとう。今の顔怖かった？いや、え、いや、そのメンバーが出る前にチケット買ってました。あ、それは仕方なかった。それはかわいそうや、怒ったら。ごめんごめん。ももが出ると信じて買ってくれたんだよね、きっと。もも出たかったよ。フェスってそうだよね、なんか誰が出るか。なんか他のアイドルさんだったら、あの6人グループの方々とか7人グループの方々とかだったらみんな出るじゃん絶対。でも STU は誰が出るかほんまに分かんないから、そうなっちゃうよね。いや本当にそれはね、あの怒ってごめんなさいでした。ももかが2期だけならなおのこと。そうだね、今日2期生だったんだよね。私もみんなと一緒に踊りたかったな。今回特に遅かったのか。なるほど。誰がセンター、どうだろうね。いつも結構本当にランダムだから分かんないよね。ああ、サイカリンがいいね。そうだよね。この前東京来てたから、このまま在住でフェス出るかなって期待してた。あら、ありがとね。そう、遊びに行ってただけなんだ。来てたかったよ。あ、 NMB さん目当てってか顔。えー、いや違うよね、違うよね。メンバー出るまで買わなくて、たまにそのまま買えなくても。そうだよね、あるよね、そういう時は。俺は言ってませんよ、念のため言っとく。改めて言ったらしくけど、それな。怪しいぞってなる。一緒に勝てた、あ、そうなんだ。午後休み AKB さんのリリベ楽しんでるんでしょ。楽しんでるね、これは。フェス行くとアイドル詳しいと羨ましい。そうだね、フェスってさ、やっぱいろんなアイドルさんがと会えるからさ、なんかいっぱい自分のいいなと思ってる子がいっぱいいたら楽しいよね絶対。アレフさん出てたんだ、いいね、見たい。 ST 倒し、なんか倒しだったらね、そうだよね、嬉しいけど。 ST 倒しって言ってくれた。
チュチュ。こんばんは。もうちょっと周りの人にしていいですかって。あ、そうなんだ。なんとなくね、わかるよね、雰囲気で。でもさ、フェスずっとさ大変、前を取るとか大変だよね。オーカもいない、知って寂しくなの再認識してありがとう、そう言ってくれて。なんか STU のいっぱい貢献できたらいいなって思って、はい、今まで頑張ってたから嬉しいです、そう言ってくれて。お絵かき、お絵かき、三日と足腰ね、腰がつらいよね。足もずっとさ、フェス立っとることが結構多かったりするから、みんな絶対大変やって思って、いっぱいなんか待ってくれたり、朝から並んでくれたり、すごい感謝やなっていつも思う。本当にソウトウさん好きでいてくれないとさ、なかなか朝からとかって並ばないじゃん。なんかすごい、それほどね、いっぱい来てくれるのって嬉しい、本当にありがたいなって思う。フェスの思い出たくさんできて貴重なんで、ね、フェスね結構出演できて、まあ去年とか、今日は去年の夏ツアーでやってたところあったから椅子あった、あ、椅子あったんだ、よかったね。それは本当にあるかないかでだいぶ変わるからね、本当に。もちゃんは少しは近くで見てくる、いや嬉しいよ、そう言ってくれるのが。新規シュート出演して見るときは思いのときって決めてるから先に言ってねどうなんだろう、出る日は来るのかしら。もうか、なんかでもさ STU10 周年とか時とかさ、いっぱい集まれたらいいよね。結構先かもしれないけど10周年って、シティの少し前に入場してた、だいたいこうだった。全然嬉しいよ、だってシティ見るために来てくれてるんでしょ。嬉しい、 OG で、そうそうそう、ババババミさんキスしてほしい、歌ってたおもちゃん可愛くてありがとう。この間フクフェスの時にあのババババミさんがあのライブステージの時にキスしてほしいが聞こえてきて、あ、すごい嬉しかった。なんか、あ、踊ったなと思ってそう、そう、本当だ、達成してる、ありがとうしいよね、すごい。なんかあんまり他のアイドルさんの曲を踊らさせてもらう機会って、まあ、すごいはあるわけじゃないから、なんかすごい嬉しかった。
ありがとう。そういう時の振り入れはあのレッスンとかでダンスの先生が教えてくれるよ。そう、事前に教えてもらいます。直前じゃないやん。でもやっぱすごい緊張した。やっぱあのアイドルさんの曲をね踊るときは結構ね、心がバクバクしながらちゃんとしっかり踊れるように頑張らなきゃと思ってすごい緊張してましたね。私始まる前はもう心臓バクバクでございました。あ、オーマイガーもいっぱいねやらさせてもらったね。カメラ目線ね、そうカメラ目線を狙うの好きだよ今や。前はカメラを見る余裕もなかったんだけど今は成長を少ししたと思う。こんばんは。ねえ、ミュージックステーションさんに出演させてもらったのは主にもう思い出。荷物の整理してるんですけど、あのティッシュ箱あの絶対にあのへこまないようにやっていきます。いきます。使ってないです。使ってない。今日もねまた見て嬉しかった。トチさん、猫ちゃんタワーありがとう。王のおでだりを叶えようといっぱい考えてくれてありがとう。ちゃんとご飯食べていっぱい寝るんだよ。いっぱい好きになってくれてありがとう。いっぱいね、めちゃ無理して無理してっていうかたくさん会いに来てくれてありがとう。嬉しい、いっぱい話せてありがとう。また話そうね。あ、こんばんは。後で拡大してみせるね。いっぱい書いてごめん、いっぱいリポクトがいっぱい長文のやつがダーってくる読んでるよちゃんと本当にいるのは猫ちゃんだよ。猫にゃんにゃんにゃん。
れたかな。なんか取れたよ。今も自分本当下手だよ。ありがとう。ありがとうです。みんなのおかげで20万ポイント達成できました。ありがとうみんな、ありがとう。じゃあ泣くもん猫ちゃん。そう、今日ね、あのね、そう、お掃除してたら、あの中学生の時とかに毎日さ、連絡ノートみたいな、連絡帳みたいな、明日の時間割と、なんか持ってくるものとかを書き込むノートみたいなあった？みんな。どうなんだろう、学校によって違うのかしら。小学校とかもよくあるよね。もが好き。あ、小学生の頃？私はね、中学生の頃もあったんですよ。それが。なんかちょっと、なんか小学生の頃みたいな感じのノートではないけど、なんかもうちょっと中学生バージョンみたいなやつで、連絡、明日の時間割と、持ってくるものと日記を書くところがあって、毎日、まあ、そんなに多くはないんだけど、日記を書かなきゃいけなかったの。そう。それも宿題みたいな。それが出てきて、全部は読んでないんですけど、1年1組だった私は、そう、なんか小学校の頃はなんか周りの子もなんかそんなにいっぱい勉強してる感じじゃなくて、放課もあんまりしてなかったの。でも中学生に上がってから周りの子たちがめっちゃ勉強してて、すごい真面目な感じのクラスっていうか雰囲気の学校だったんですよ、中学。もう焦ってさ、いや勉強しなきゃみたいななるじゃん、どうしようみたいな、今からみんなに追いつかないとみたいになって、そうめっちゃ必死で頑張ってたんですよ。でも多分勉強に疲れて、ももが日記に、その日記に、本当に勉強はしないといけないものなのでしょうかって書いてたの。なんかめっちゃ疲れとると思って、勉強に。そう、なんか多分テストが終わったばっかりの日記だったんですよ。で多分なんか社会のテストは結構できましたみたいな、できました、まあまあできました、でもなんか勉強は本当にこんなしないといけないものなんでしょうかみたいな。こんなに勉強って大事なものなのでしょうかみたいな書いてたんですよ、昔のもは。先生は、え、なんて書いてたか、でもなんかね、その返しに対してめっちゃ長文で返してくれてたよ、先生は。そう、その1年生の時の先生が、昨日の配信で言ったかな、昨日の配信で言ってた、あの警察のイベント、高知のイベントに来てくれた先生が返してくれてる日記なんですけど、学校のその時担任の先生で、なんかそう、クラス、まあ何人いたかな、忘れちゃったけど、まあ20何人とか30人くらいはいたのに、あの毎回そんな長文でね、毎回長文ではなかったけど、しっかり返してくれてて、そうなんかこんなに大人数のやつを毎日見てるのに、こんなに返してくれてたんだなって今思って。なんて書いてたかな、その中でもなんて書いてたかな、無理にそんな、でも勉強は大事だよみたいな感じだった気がする。無理にね、そんな、あの無理してそれほどするのは良くないかもしれないけど、勉強は大事だと思うよみたいな感じだった気がする。あ、そうそう、心配してくれてる。なんか
私小学校の小学校のさと中学校の地域が違うかったので、結構最初の方の日記を見たらすごく不安だったけど、お友達がいっぱい話しかけてくれてとっても嬉しかったですみたいな書いてて、その後はなんかよかったね、安心で安心しましたみたいな感じで書いてくれてた。その後もなんかお友達と遊びに行きましたみたいな、何々ちゃんと何々ちゃんと遊びに行きましたって言ったら、パパとママも安心だろうね、安心だねみたいな、なんか心配多分してくれてたからみたいな感じで、でもそう、でもなんかそう自分のさ思ったこととかをめっちゃずらずら書いててめっちゃ恥ずかしいと思って、なんかあもう中学生だなって感じました、その日記見たら。そう、あお子ちゃま時代の私だと思って、今はさそんなにさ思ったこととかを日記に書いたりとかもない、まあそういうノートをまず提出することがないからさ、本当に私もめっちゃもっと子供だったんだなって思いました。大規模な学校では日記見るだけでも結構な仕事、いや毎日って考えたら本当にね本当にすごいと思う。なんか全然返信しなくてもなんか丸をつけるだけでも結構手間がかかるのに、ちゃんと返信してくれるのってすごい大変嬉しいけど、やっぱもらうその返信を結構いつも見てたからなんか楽しんでたんですけど、その返信が来るの思ったこと家族につまんなしてる、話してるかな、どうだろう、最近は前よりは話してるかも、そんなに思うことがないから基本楽しい話しかしてないけど家族と。想像した時の顔ほんとなんか今日はメールで小3か小4の頃に家族に書いてた手紙送ったんですけど、あのメールで小6の頃に書いたさ家族へみたいな写真もあったん、あ写真じゃない、どあの手紙も実はあったんですよ。でもそれはなんで送らなかったかっていうと、なんか一番なんだろう、今の自分が見て一番恥ずかしい時代というか、なんかそういう時期ってあるじゃないですか。なんかねすごい変だ、めっちゃ面白かった、なんだっけ、そうあの今日送った写あの手紙はなんか全然みんなに送れる感じだったけど、あの小6の時に書いてたのは別に書いてる内容は変わらないの、いつもなんかたくさん迷惑かけてると思うけどいっぱいあのもうのこと考えてくれてありがとうみたいな、内容自体は別に変わってなかったし、なんかこれからもよろしくねみたいな感じだったんだけど、ところどころにももはこの手紙を書いている今テンションが高いです、なんでかっていうと面白いアニメを見つけたからですみたいな、とかイエーイみたいな見つけたからですイエーイわらわらみたいな書いてて、どんな恥ずかしい子なんって思って、そう急にそんなこと書き始めて、そうやけんそれは恥ずかしすぎてちょっと送れなかったけど、そう言葉でまあ説明するのでまだ僕もインド一人旅してる時の日記が恥ずかしすぎて見れない、いや自分で見れんよね、なんかこのまあその今日送った手紙からまあ3年経ったぐらいの手紙、この3年間でどう何があったみたいな。でも小学校6年生の時に
今も仲いいお友達とよく手紙交換みたいな、ちっちゃいメモ帳で手紙交換してたんですけど、それもやばいお腹減ったみたいな今日の給食何かな、わらわらみたいな感じで書いてて、全部にわらわらつけてて、小学生を感じました。自分に真面目に書くのが恥ずかしかった。あ、そういう時期だったのかな私。なんか真面目にさ大好きとか書くのがさ恥ずかしかったんかね桃の文章って桃って感じ、いつも言うと深くないよね私の文章って。イエーイみたいな、ちょっと本当にノリが軽いというか、ちょっとしたんか。え、でもね、反抗期あったって聞いても、別に反抗期はなかったって言われたの。だからね、まあそういう時、なんか反抗期ではないけど、なんかそういう時期だったの。なんかなんて言ったらいいんだろう、子供らしいっていうか、子供子供してた時代があったんだなっていう。なんかでも安心した、自分って前からこんなになんか感情とかあんまり表さない、感情を表してるかなんだろう、でも多分高校生の時のももは他の高校生のみんなよりは多分落ち着いてるって、そうだと思うから、逆にももはテンション高い系の高校生らしくなりたかったんですけど、昔はちゃんと子供でよかったなと思って。こんばんは。アイドル活動、そうだね、アイドル活動してたからだと思う。やっぱり周りも同い年の子よりもやっぱお姉ちゃんのメンバーの子たちの同期のメンバーが多くって、その一人でイエイエイウェイウェイしてたら変じゃん、だから落ち着いた感じになってたんだと思うんですけど、中学生の時とかはあのみんなと同じようにイエーイって感じでしたまたでも私が3期生だったらちょっと違うかったのかなとも思ってる。そう、同い年の子たちが多いから、でもどうだろうね、どういう感じになるんだろう。こんばんこんばんは。でもかね、多分そんなにね、テンションがね、テンション高い時に高いのを表すのが苦手ね。それが結構自分の中の嫌なところというか、もっとねイエーイって感じにね出せたらいいんですけど、出せないからね、それが結構悩みなんだ。なんか最近は明るいかもしれない、もっと。イエイエイしてるね。あ、でもそうそう、でもあれ、みんなと笑ったりみんなと話したりとかテンション高く話したりとかはあるんだけど、なんか高校生っぽい感じではないと思うんだよね。もっちゃんが2期生でよかったって勝手に思ってます。私も2期生にいて入れてよかったなって私も思ってるよ。ライブでもなかなかそれがですね。本当？でもなんか表情優しくニコってしてくれてるからわかるよ。楽屋でのおもちゃんがどうか知りたい。楽屋でのおもちゃんはね、楽屋でのおもちゃん、でもね、なんか普通にポンって座ってさ、隣にね、結構愛子じが来てくれてたんですよ、ずっと。そう、だから
愛子ちゃんとかと笑って話したりとか、でお話し会とかずっと話してましたよ。そう、はしゃぐことある、はしゃぐことあるよ全然。だってお姉ちゃんといる時とかうるさいやろ。あ、お姉ちゃんの方がわーって言ってるかもしれないけど、ももの中ではあれじゃん、結構わーって言ってるじゃん。そう、アイクさん面白そうだし、優しいもん。そうそうそう、優しい、面白いしね。そう、そうだ、愛子ちゃんみたいな大人の女性になりたい。でも先輩とかさ、なんか同期のみんなとか見よっても、あ、もう私もこんな素敵な大人になりたいなってよく思うんだけど。私高校生の休み時間的なし、女子高校生の休みってどんな感じなんだろうね。どんな感じなんだろう、みんな。そう思える人の周りにいると幸せ。そうだね、もちゃんは浩平ちゃんからそう思われちゃう。え、多分絶対大人とは思われてないよ。そう、こんばんは。程よいテンションね、わかる、程よいテンションだよね。いつも。もう1時間ぐらい配信してる？こんばんは。あ、絶対してる？ちょうど1時間。じゃあそろそろ読みましょうかね。ちょっとね、夜過ぎたらお隣のお家の方に迷惑かかっちゃうから。こんばんは。13位のてつさん、ありがとう。12位のとしさん、お気持ち楽しいさん、ありがとう。お気持ち楽しい、ありがとう。今日は明日もずっとそばにいたしず、大大大大大好き。もう袴もかかりすぎて、もう寝るから明日も6時に起こして。6時に。あてーと。ありがとう。明日早起きなので頑張って。ジジの幻さん、ありがとう。ジのどんちゃん、ありがとう。ジのふくちゃん、ありがとう。ももかがみ。のふみさん、ありがとう。まだまだもちゃん大好き。ずっと好きでいてね。ありがとう。七位のレッドさん、ありがとう。福井のたさん、ありがとう。二世こっち見て、こっちカメラか。ありがとう。五位のえびさまさん、ありがとう。四位のエイトさん、ありがとう。三位のたーちゃん、ありがとう。もちゃん言えよろ。やめてよ、もうかの黒歴史を。ありがとう。ニーのプスありがとう。今日も会話じゃありがとう。僕の幸せタイムです。よかった、癒しをね感じてくれてたら嬉しいよ。うちのタツさん、ありがとう。僕らしくモーニーをずっと素直にずっと甘やかします。お、甘やかしまくってください、モーのこと。ありがとうございました。じゃあももかはお風呂に入って妖怪ウォッチして寝まーす。おやすみなさーい。お名前呼びの動画どうしようか迷って、え、まさか、すごい、お名前呼びの動画当たったの、なんだろう、楽しみにしてる。おやすみ、またねー。